どうも高井です。資格は将来保証しないどころか貧乏になるって話をしたいんですけど、この本の著者が40年前というのは歯科医という仕事がね、人気筆頭のね職種で給料も高かった時代なんですけど、今では歯科医の数が3倍にも増えてしまって、昔では2週間先の予約ですら取ってないと要するに見てもらえないっていう時だったんだけど、今では今日、明日、明後日、そんなねペースで普通に見てもらえる、もうすぐ今来ていいですよみたいな感じで、で同じようなことは弁護士にも起こっていて、新司法試験制度がね開始されて合格者がうなぎ登りに、ね、上がった時っていうのは需要と供給のバランスが崩れてしまった。ベテランの弁護士であれば今までの経験、実績、知名度、それに沿ってお客さんが普通に集まってくるんだけど、若手の人はそれがねないじゃないですか、当たり前だけど。だからまず営業に苦労する、お客さんがまず来ない、だから売れないじゃないですか。今までやってきた一番最初からいる人たちはすごいねおうははで儲かるんだけど、これから入ってくる人はきついっていうのもある。だからこれからあなた方が何どういう職業に行くのかって言ったら、新しく出てきた職業、これから需要から職業というのを見た上で動く必要があるので、こういう本をやって考えてみてください。それでは。